こちら7月31日、週刊女性プライムよりピンクレディー・増田恵子、キャンディーズや同世代に助けられた80年代アイドルたちとの絶頂期秘話、1977年にまあウォンテッドでレコード大賞、大衆賞を受賞したということで,で、その年は、ひょっとしたらレコード大賞を取れるのではないかというような噂さがあったということなんですよね。実際には、これ、ジュリーの名前が登場してくるんですけども、勝手に仕上がりで、ジュリーが受賞したと。 で、その記者会見でジュリーがですね、若い二人の女の子が食べる時間も寝る時間もない中でこんなに頑張っているんだから、男の自分が弱音を吐いちゃいけない。頑張らなきゃ。というふうにまあ言ってくださってということで、まあ、K さんはですね、えー、ザ・タイガースがまあ大好きだったから、憧れの人に優しい言葉をかけてもらって、まあ、非常に嬉しかったというふうにね、語ってらっしゃいますけどね、まあそういうところも、ジュリーはさすが紳士的なね、気遣いがさすがだなと思うんですけども、